はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日のお客様のお悩みは、まず毛先のパサつき、あと表面だったりとかのアホ毛、前髪が割れる、これのお悩みでした。そして今日のね、施術のポイント、まず長さを変えたくないっていうことだったので、毛先をちょっと長さは揃えて、で、あと枝毛を少しカットさせていただいて、アホ毛とあと枝毛の部分に関しましては、LED のアイロンで髪の毛をね、綺麗にまとまるように押さえて、前髪の割れに関しましては、解き方のハサミで生え癖を直しました。この施術だけでめちゃくちゃ綺麗に喜んでいただきましたので、ぜひ VTR をご覧ください。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は、はい、どうしましょうか。ですね、うん、私まず前髪の生え癖、うんうんうん、このところがやっぱちょっと割れやすくて、ここですね。そうなんですよ、そうなんです、はいはいはい、ちょっとそこのところがどうしてもなかなかなら治らないところがあって、はいはいはい、まあ、ちょっとそこのところなんとかしたいのと、はい、もうこれ見ていただいてその通りなんですけど結構だ、ね、そうなんです。もうパサつきとアホ毛がもう、まあ、あとうねり、うんうんうん、それがもう見ていただいた通り、まあひどいことひどいことで、もあれですよね、もともとはそんなに癖はないですね、はい、若干あるぐらいです、言うて言うて、はい、ダメージに対してのパサつきもありますし、はい、多分ブリーチかなんかもやってるんですね、はい、ブリーチやってパサついてるのと、多分アホ毛みたいなものも、まあ、はい、なんかそういうのも多分出てきてると思うので、はい、長さ自体はそんなに変えず、そうですね、ちょっと綺麗に伸ばしてみたいって感じですね、はい、そうですね、うんうん、ただやっぱり毛先とかでもこれどうしようもないなってところは切っちゃってもらえる、はい、渡辺さん信じてますね。ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、はい、長さで少しちょっと毛先の部分引っかかりやすいところだけをちょっと切らせていただいて、はい、まあ、伸ばしやすいようにして、はい、このパサつきとかもアホ毛の部分もちょっと切ってはいくんですけど、はい、多分それプラス今ちょっと LED のアイロンっていうのがあって、まあ、髪の毛の表面、はい、切れてくれるとちょっと面を整えてくれるので、それで髪の毛のこう艶感だったりとか、はい、まとまり感が結構出るので、はい、それプラスちょっとカットで伸ばしやすいようにしていきます。はい、でお願いします。あとこの生え癖の部分、前髪も下ろしたい感じですよね。そうですね、下ろしてちょっと流れる感じにしたいなと思って。じゃあちょっとそんな感じで形整えながら、はい、この生え癖ちょっと矯正していきますので、はい、じゃあそれをやって、はい、まあ、形をきれいに艶っぽくまとまるような感じで、はい、今日はやっていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。まず、はい、僕大体乾かしてから切るので、ほー、ちょっと乾かす前に、はい、はい、ありがとうございます。これがちょっとくせ毛とかを抑えてくれるトリートメント、はい、あ、抑えてくれるっていうか、はい、くせ毛を楽しみましょうっていうトリートメントで、新しい、そうなんです、僕の友達が作ってるやつ、はい、フルビっていうやつで、はい、くせ毛ってネガティブでなんか隠したいとかっていうイメージがあるんですよ、はい、隠すのではなくて、うん、この本来の、まあ、これをウィークポイントじゃなくて、はい、チャームポイントにしようみたいな感じのコンセプトで作られてて、まあ、すごくこれを塗って乾かして、まあ、あのスタイリングしたりとかすると、結構くせ毛ってパサついて見えるじゃないですか、はい、あれがまとまって動くんですよ。だから綺麗に逆に見えるので、そういったコンセプトで作られてるやつで面白いです。楽しみにしてます。じゃあまず、はい、乾かしていきます。ちょっとこれカット前なんですけど、はい、今毛先の部分だったりとかちょっと若干湿らせた状態で、はい、全然変わるんで、これちょっと楽しみにしてます。 LED 全然違います。ワクワクしてます。ちょっと半信半疑で使ってたんですけど、はい、ちょっとすごいかも。へー、それこそ今はねトリートメントで、はい、っていう感じなんですけど、まあこの色がおこれを、まあ、ちょっと濡れてる状態、はい、ちょっと湿ってるぐらいの状態で、はい、さっきはこのくるりのやつで、これをちょっと表面の部分につけていく、うん、
オイルより、こういったミルクタイプの方が髪の毛に柔らかく、油分がやっぱり多いので、で、あの LED でやることによって表面のキューティクルをしっかりと整えてくれるので、で、熱を与えてるわけじゃないので、ただ LED の力でやっていくだけなんですけど、スヤッとしてくれて、まあ、カット前なんですけど楽しみにしてます。はい、自分のアイロンでやっちゃった。確かに。ちゃんと。テンプラ入れるような話ですか、ね。そうです。やっとここから切ります。めっちゃすごい。毛先の部分ちょっと少し当てていただきます。はい、ここが、はい、やっぱりこう、で、こう下ろした時とかでもやっぱちょっと割れるじゃないですか、ね、割れてますね。こう、ね、うん、これで、ちょっとこすろうとして、で、これはどういうことをしているかというと、はい、シャンプーだったりとかで、ね、ヘッドスパでも何でもそうなんですけど、はい、取りきれない頭皮の中に入っている油分があるんですよね、はいはいはい、でそれを、このこすった静電気で、はいはい、取り除いてくれるんですよ。静電気で、まあ、汚れをその油分を浮かして、でこのハサミにちょっとつけちゃってるんですよね、うん、で髪の毛、しい、そうなんです。で根元の方とか細かい髪の毛とかにあるんですけど、はい、で髪の毛同士がちょっとなんていうんですかね、絡まってるというか、うん、こう絡まり合ってるんです。ボリュームだったりとか、根元がペタッとしやすいよっていう方とかでも、確かに、ちょっと使ってあげると変わってはきます。顔周りもこの辺にちょっと髪の毛が当たってですね、はい、ちょっと整えが直していきます。お願いします。本当に青みがちょっと本当に収まってるっていう。すごい。光ってますか、髪の毛が。信じられないわ。さっきよりも多分光ってますよ。ノーブローですね。はい。触ってもらえたら全然違うの。いいですか、触っちゃって。指通りはまず全然違う。あ、全然引っかかんない。え、なにこれ。ありがとうございます。嘘でしょ。ブローして多分これぐらいのツヤ感だったらわかると思うんですけど、ブローしないでのツヤ感なので綺麗かな。オイルをつけてみます。もちろんです。しないと。はい。綺麗ですよね。嘘でしょ。これ私の後ろ姿ですか、これ。こんな感じに。なってます。はい、ということでこんな感じでお送りしました。伸ばしたいけどやっぱりダメージが気になる方だったりとか、前髪だったりとかうまくね綺麗にまとまらない、収まりが効かないっていう方に関しましては結構綺麗になるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。髪のね、お悩み等は概要欄にインスタグラムのリンクを貼ってますので、そちらから DM でご連絡ください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。